割と早めに合流できたが。幻獣使用アグライア様。アナマリアちゃん、シャルルも。シャルル、面を上げよ。歓迎はせぬ。だが接見は許そう。寛大なお心、感謝いたします。まずは道中の非礼の謝罪を。よい。知らぬがゆえの暴言なれば許す。汝らの会話は全て聞かせてもらった。ここに至るまでの選択、そしてそれまでの道のりを経た汝らの会話、短くともその人となり判断するには足る。しかし幼き三人、我のこの目で最後の見極めをする。見せよ汝らの知恵、力。それらが世界に害なすか否かを。そんな、幻獣様と戦うなんて。仕掛けてきたのは向こうです。遠慮も容赦も無用では。なんてこと。いえ、シャルルの言う通りですわ。この戦いはアグライア様が望まれたこと、全力で立ち向かうことこそ礼儀ですわ。さすがお嬢様、凛々しいです。され、消えてください。よっ、ここね。いや、エドたちはどうなっているのかしら。この状況で人の心配なんて、随分余裕ですね。こら、シャルル、あの二人はきっと大丈夫ですわ。リリーちゃんもエドを信じてるのでしょ。ぶっ飛びなさい。そうね、信じてる。では今は私たちがなすべきことを。やります。このくらい。ほっ、ジェイ、セイリャ、邪魔ですよ。大丈夫。セイセイ、邪魔ですよ。セイリャ、よっ、よっ、やジェイスト、そこそこ、手早く片付けます。ええ、そのつもり。いや、私たち幻獣様相手に結構戦えてません？さすがお嬢様、幻獣に並ぶ力を示されるとは。アグライア様は手加減してくださっているのよ、私たちを見極める。ならその先のお考えがあるはず。お嬢様相手に舐めた真似を。いいえ、シャルル、アグライア様がそのようにお考えなら、こちらは胸を借りるつもりでぶつかるまでですわ。よっ、さあシャルル、全力でいきますわよ。はい、お嬢様。ここからですわよ。仕方ありませんね、部活だった。これで決めます。吹き飛ばします。シャルル、決着の時は近いですわ。はい。汝らの知恵と力、しかと見極めさせてもらった。終わりですの？
無垢なる正義を掲げる娘よ。私のことですの？汝が歩む道が正道であり続けることを願う。終焉を探求する幼子よ。汝が未来に破滅ではなく輝きを見ることを願う。それはどういう意味です？そして何者でもなき者よ。汝が真なる意味で生きる道を見つけることを願う。ハグライア様、お教えください。この世界は。答えることはたわず。ハグライア様、なんじゃの進む道に光あれ。リディ、無事だったか？ええ。ヒヤヒヤさせるな、うん、遅かったね。お兄さん心配したよ。三人の方は何かあったのかい？すごい体験でしたわ。幻獣様、生で動いて喋って。はいはい、ちょっと落ち着こうかね。お兄さんは感動するよりも疲れちゃったよ。やはり年が。若くてもこれはさすがに疲れるっつーの。確かに疲れましたわ。せっかくの観光も今日のところはお開きですわね。あなたたちは観光でルディロームに？そうですの。他にも世界中のいろんなところを回るつもりですわ。そう。リディ？ねえ、私とエドもついていっていい？リディ、幻獣との対話を可能にする人材、ここで逃す手はないわ。やはりこいつの仕業か。何です？本人に自覚はなさそうだが、そんなのと一緒に行くことの危険性は分かってるよな。シャルルに何かありますの？ある。もしかしてそれは問題ですの？かもしれない。大変ですわ。でもこの天才がいれば何かあっても万事解決。本当ですの？その話乗りましたわ。ねえシャルル、いいですわよね。お嬢様がそう言うなら。じゃあ早速今日の宿を探しましょう。5人で泊まれるところを探さなくてはなりませんわ。ん？なんかさらっとお兄さん数に含まれてる？え？何言ってるんですか？なんでそこでお兄さんが変なこと言ってる風になるの？どうせ暇なんですからいいじゃないですか。本当にこいつらと一緒でいいのか？追加の護衛料は払う。毎度。ああ、わかったよ。どうせこの後の予定は特に決めてなかったし、しばらくは付き合ってやるよ。最初からそう言えばいいんですわ。さあ、まずは宿ですわ。次回テイルズオブルミナリア、エピソードシャルル、器の中身。お嬢様、次回も頑張りましょう。